芝山七丁目付近下流部 E 山三川は、千葉県船橋市を流れる海老川水系の二級河川。船橋市役園台五丁目の国道二百九十六号と、静白公園西側の市道十七から零一七号の交差点付近の地下が水源となる。この辺りは、暗挙となっており、道路に沿って直角に曲がりながら、北に流れ、奈良市の特別刈り上げ宿舎自衛隊官舎の西側を、 通る神経成電鉄神経成線に突き当たると線路に沿って北東へと流れを変える。ここで海挙となるが距離は短く、再び暗渠となって線路から逸れる。奈良市の駅の直下で神経成線をくぐり、西奈良市の四丁目を北へ進む。西奈良市のは下佐大地の延辺部にあたり、ここから下流の一帯は過去の侵食により、 樹脂状の新植国が形成されており、川は大地上から谷底へと下る。谷底の西奈良市の山頂目で再び海峡となり、大きく西に進路を変える。以降の流域は谷底平野となり、西奈良市のと飯山三つ町の境界及び芝山と飯山三つ町の境界を流れる。途中、セントラルコーポ船橋の西側の市道00の143号の 足より下流が2級河川に指定されている。飯山三駅周辺では、船橋都市計画事業、飯山満地区と地区各整理事業による河川改修工事により、東洋高速鉄道東洋高速線に沿った直線化及び暗渠化が行われている。水源から芝山一丁目までの流域は宅地化されているが、浅間町一丁目から米ヶ崎町にかけての一帯では、 電園が残っている。最終的に、東町の海老川ジョギングロードにおいて、海老川へと流入する。流路延長6032メートルのうち、2780メートルが二級河川に指定されている。飯山三川上流の長い暗渠から快挙に切り替わる、西奈良市の付近の住宅地は、狭い野地であることから、水害常習地帯となっており、 流路に面した西奈良市の第3号公園には処理能力毎分60トンの西奈良市の排水機場を整備するなどして円滑な排水に努めてきた。また、飯山三川中下流部では1991年度より河川改修が流域の区画整理事業に伴う防災調節地事業として開始され、時間雨量50ミリメートル対応のために流路直線化、 五眼整備及び三箇所の調節地整備を柱として事業が進められている。にもかかわらず、中華流部の整備は長らく普通河川であったことに加え多数の地権者との絡みやそれに伴う区画整理事業の地帯などから進捗が遅かった。また整備を進めるにあたっては、鉄道路線に接近しているため高度な技術を必要としており、 通常の2.5倍となる多額の費用の一部に国庫補助金を充てるため、船橋市側は二級河川への昇格を要望した。その結果、飯山三川は区画整理事業における防災調節地に指定され、それに伴い1998年2月6日、国事にて一部区間が二級河川に昇格した。五岸整備については、稼働付け替えを主とするため、 年間25メートル程度しか進捗が見られず、加えて千葉県が財政難で事業を中断していた時期もあり、完成予定は2031年度となっている。内井山三駅周辺の700メートルについて、住宅市街地基盤整備事業において優先的に整備が進められている。調節地については、一号調節地が飯山三駅の南西、二号調節地が 飯山三鶴駅前ロータリーの西隣、3号調節地が飯山三鶴駅前ロータリーの北隣に位置する。1号調節地は区画整理事業区域内の雨水貯留、2号調節地は伊豆、水対策が目的とされている。一方で3号調節地は、都市再生機構によって、芝山団地敷地内の雨水貯留のために、すでに整備されているものである。1号調節地は、 予定通り完成し共用開始となったが、2007年度完成予定だった二号調節地は、高架橋の近接と軟弱地盤が原因で、完成予定年度になっても着工されなかった。下流域においては、流域で海老川上流土地区画生理事業が見込まれたため、事業進捗を待って、河川整備を行うこととされた。しかしこちらは、 多数の地権者の反対により事業実施自体が不透明な状況であった。長らく停止状態であった河川整備を優先的に行うため、千葉県は計画の見直し、河川基本計画の策定を2014年度末に予定している。2号調節地の動向もこれに影響されるため、まだ今後の河川改修事業の見通しは立っていない。メダカやモつ 土壌等の在来種に加え、鯉や赤ガ亀のような外来種も生息している。エビ川との合流点には、落差口があるため、ボラやマルタウグイ等の寄水魚が遡上してくることはない。船橋市議会会議録平成8年第3回定例会、船橋市議会会議録平成20年2月1日総務委員会、船橋市議会会議録平成7年第4回定例会。 船橋市議会会議録平成9年第四回定例会。船橋市議会会議録平成26年第1回定例会。千葉県議会会議録平成25年2月、定例会予算委員会。船橋市議会会議録平成25年第四回定例会。千葉県議会会議録平成21年9月定例会。第四日目千葉県議会会議録平成26年6月定例会。 第3日目船橋市議会会議録平成26年第3回定例会井山光川についてありがとうございます。